みなさんこんにちは、バレーボールクルーユニットのアリサです。萌えです。ポイントです。よろしくお願いします。今回は、フロリダ王女の解説をしていきたいと思います。バリエーションですね。ちょっとこの間キューピッドやったんですけど、ブルーバードもコンクールで、キューピッドかフロリダ王女ってどっちかが結構多いじゃないですか。はい、フロリダ様です。はい、今日はアリちゃんを中心にしながら、やっていければなと思います。マジで注意するとかいっぱいある。簡単そうに見えて、そうっていうか一番難しいよねっていう、キュービットもフロリダも、ね、そうそう、やってみましょう。やってみましょう。ポイントチャンネル。ではちょっと歩き方からいきましょうか。これはね、どちらかというと締め寄りなんです。やっぱりキューピットちゃんとちょっと違うね。これはちゃんとこういうタイプのやつで出ていきます、ね、堂々と出てきてください。これは下ろすとき、私はちょっと鳥の羽みたいなちょっとイメージして出てきた、あの時もね、こうやってやったら音がね、これで出ますから。そうそう、きっかけがね、ありますかね。それは結構わかりますけど、ね、はい、はい、で、これじゃん、これは前ですね。じゃん、ずっちゃん、いいですか？この時点でこれ入ってます。はいはいはい。そう、これね、キューピッドの時にも言ったんだけど、これですね、肩甲骨から手を使う。これまでこう、足はやってたとしても、そうそうそう、なんかね、はいはい、もうやる気がないです、この辺の。あったとしても伝わりません。気が伝わりません。ここで、はい、はい、今からブレーキマスが上げます。そうだね。
めっちゃ見せ場だから、こう止まってからのちゃんちゃん、ここも止まってる、たたたた、難しいこれは。そしたらこっちかな、発声、こっち、発声の同じ足を上げて下ろす。これもね、バカにしちゃいけないのよ、発声も。しっかりこのままこのまま5番にこうめっちゃ綺麗なだけでポイント高いから、そうでこういうちょっと簡単なところでポイント稼いでいく、そうできるところ、ゆっくりできるところでもう見せていく、ね、見せていく、そう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 。でもこれもさ、アリちゃん今さ、もう斜め感あるじゃん。斜め感なんていうの、こうじゃないじゃん。わかる。これもったいないからね。そう。もったいない。見せ場だからね。そうこっちの人もあるね。そう。このなんていうの、この左脇。これめっちゃ重要かな。そう。あれが気づるよね。そう。できるできないで、ね、だいぶ多分違うと思う。このそれ止まり方、こう止まっているんだけど伸びてるみたいな、ずっと動いてるもんね。そうまだ伸びますよ、このまんま歩いていく感じで、これはいろいろあるけどピケターンが多いな。ピケターンでいこうかな。そしてその手が多いかな。そう、これポイント、この手置いてけがちだから、みんな置いてけがち、ブラブラなのよこれ。上がってるわね、この左手、こっちを入れる、ついていくっていうのをこう意識大事ね。これも最後絶対止まるよね。これでマジ終わりよければ全てよしですから。これがあの鳥さんのポーズですか。また聞いて、これもったいないやつね。じゃん、まあ、同じ。これだけでもね、だいぶね。なんか音聞いてるみたいな、コントでもいいと思うし。そしてここでね、かかと前も。そして最後。最初と最後はかかと前。あ、もうせめてそこだけでも。めっちゃ大事だと思います。足上げるとかも大事だけど、それよりもね、細かいところの。そんな感じで、こんな感じで、はい、ぜひ皆様参考程度に、そう、参考程度に、はい、やってみてください。はい、はい、ということで本日も最後までご覧いただきまして本当に